私たちアンルーです。よろしくお願いします。はい、では自己紹介をしていきたいと思います。はい、今日もルンルン、明日もルンルン。はい、アンルーのハイテンションガールルンちゃんこと宮野なるです。よろしくお願いします。ルンちゃん、立てばカレー、座ればカレー、歩く姿は野田カレー。ありがとうございます。野田カレーです。よろしくお願いします。カレーちゃん、なんと来月20歳になります。めっちゃ喜んでいただいてありがとうございます。よろしくお願いします。めっちゃ、はい、ご飯にする、お風呂にする、それともコナンくん。ありがとうございます。アンデーの静かにアンデーのリーダー黄色担当山本コナンです。よろしくお願いします。はい、はい、ちょっとうるさい。はい、というわけで今日はハロウィンスペシャルということでね、なんかすっごいすっごい感じになってますけど、なんかね、なんかちょっと性別不詳な方もちょっとあそこら辺にちょっといるんですけど、ちょっと謎な空間になってるんですけど、ちょっとみんなのコスプレちょっと何なのかなっていうのを、ルンちゃんは、なんかこれこの人何？これ何ですか？わかる人いる？あ、なんだろう、ドラミちゃん。よかったね、ドラミちゃんを選んだ理由とかは、ドラミちゃん、あの、コナちゃんに今回借りたんですよ、なのでちょっとドラミちゃん、でも黄色なんでちょっと可愛いかなと思って。4次元ポケットに憧れがあったよね。あ、ドラミちゃんないです。そうだよね、ね、大丈夫かな。はい、じゃあまあ暫定一番人気の、まあ、野田カレンをね、野田カレンのこのコスプレ、お、そうです。お、いいですね。メイドさん、このメイド服を選ぶポイントとかは、コスプレ何にしようかなってすごい迷ったんだけど、でもやっぱ一番メイド服が着たいなと思ったので、そうだよね、こちらを選びました。やっぱ一度はね、メイド着ときたいもんね。着てみたかった。こうアイドルしてない人でもメイド服は持ってるみたいな子結構いるし、なぜかね、そういう子結構いるし、やっぱ永遠の憧れのコスプレっていうのはメイド服なのかなと思いますね。じゃあこの、来月20歳になる人がなんかちょっと、何これ、どうした、鎌倉ちょっと、いけない、20歳みたいなね、そういうお店みたいなね。これをなぜこれにしたんですか。もう、はい、合法でお酒飲めちゃう、うん、年になっちゃうから、ちょっとその前に、もう多分着ないです。あ、もう着ないの。着ないから、いや、なんかさっきの MC でなんかね、なんか普通に現役 JK みたいな話してた。ちょっとこの人はちょっと今日年齢層が低いから、そうだね、めっちゃババアみたいな。ちょっとね、なんかこう年齢層低めですね。逆にレアだと思います。確かにね、ちょっと最年長かなみたいな結構あるんですけどね。で、私はまあ見たら分かると思うんですけど、まあ何だと思います？なんで誰も何も言わないの？ちょっと待って。お、もう一回。正解。そう。なんか最近この夏ちょっと大人の女になろうとしてて。ちょっと大人の女になろうとしてて、まあ多分みんな、まあ一箇所しか見てないと思うんですけど、まあこういうところアピールしていこうかなと思って。どうですか？どうですか？ちょっと下向いてニヤニヤしてるカメラマンがいるから、ちょっとインタビューしてみます。はい、と思いますよ。本当ですか？あ、優しい。優しいから、ちょっとニヤニヤしてる。今日の夜寝る前に思い出してください。はい、こんな感じで、まあ、ちょっとね、もう大学生だからね、私たちね、もうこんな。そうですよ、大学生なんでね、みんな。こんな感じでちょっとね、色物扱いされる感じなんですけど、こんなコスプレで決めてきました。はい、でね、
いや、それ最後というわけでじゃあ次が最後の曲なんですよ。はい、ありがとうございますというわけでね、最後の曲はさっきの自己紹介で名前を覚えてくれた人は曲中にコールがいやありがとうしてもらえるかなっていうふうに思うんで、ぜひちょっと思い出しながらね、ちょっと多分みんな覚えてないと思うんで思い出しながらやっていきたいと思います。それでは最後の曲聴いてください。月ちゃん、おちょっとアンドゥ、いや本当に本当に本当にごめんなさいと思うんですけど、
CD の発売日が決まりました。よかった。やるかと思った人。わー、騙してやったぜ。というわけで、CD の発売日が11月11日に決まりました。ポッキーの日ですね。はい。11月11日から八丁堀にあるうどん屋さん、釜八っていうお店とアンドゥの物販で発売が決まりましたので、はい、で11月11日はキツコン祭に出演しますので、その日にね、まあ、来てもらって買ってもらったら、まあ一番乗りですよ、皆さん。特典も、そうなんですよ、過去考え中の。そうそうそう、特典がつくから、アンドゥの物販で買ってもらった人には特典がつきます。はい、なので、まあ、アンドゥ行きたいけど、まあまあ、うどん屋さんの方行っとこうかなみたいな、あそこだったら常にあるしと思ってる人も、まあ、特典がつくんで、まあ、ぜひうちの物販で買ってもらった方が、まあ、いいんじゃないかなって私は思うんですけど。みんなのコマで買うよ。はい、なんでね、ぜひ皆さん来てくださいじゃない、買ってください。はい、もうね、レコーディング初体験の人ばっかりだね、みんな初めてなんで、もうすごい緊張して緊張して、なんかカレンちゃんとか特にね、なんか歌大丈夫かみたいな感じになってね、すごい不安だった。そう、なんかヨンヨンとかオウオウって言うだけなのに、カレンちゃんはヨンヨン感じになっちゃってるんで、まあ、でもまあ本番はね、まあ、ちょっと機械の修正も入るし大丈夫かなっていう感じなんでね、まあ、皆さんすごい期待して期待して期待して CD 買いに来てください。はい、そんな感じですね。じゃあこれに続けて、次回のライブの出演を、今週金曜日に祝日です。そうだね、安田女子大学の学祭、まほろば祭に出演するんですけど、イエイ、入場無料で撮影も、はい、動画写真撮影可能で、合法で女子大に入れちゃいます。やったこれはもう1回しかないんで。そうですよ、はい、3日の、15時、そうですね、14時55分から、からですね、はい、トップバッターで出るんで、トップバッターで、はい、皆さんぜひね、応援しに来てもらって、ちょっと私たち本当にアイドルしてたんだねみたいな感じをちょっと学校の人たちにちょっと見せつけようかなと思うんで、ちょっとあんまり信じられてないんで、バカにされてるかもね、ちょっとあれか、絶対みたいな、あ、なるほどね、はい、なんでちょっと皆さん応援に来てください。はい、お願いします。次の日、11月5日に、ニューユニットデビューライブ、バックビートで、広島バックビートで、はい、出演させていただくので、はいはい、松下真子ちゃんの新しいユニットの、はい、デビューライブに出演させていただくとなったので、はい、ぜひお願いします。はい、次の週ポッキーの日、はい、11月11日、この日に CD が出るので、はいはい、何度でも言いますよ、はいはい、ミスカラ船入りでお待ちしてます。今回に出演させていただくんで、はい、この日から CD を出すので、ぜひぜひ買ってください、うん、はい、で次の日が、ロコパに、はい、大丈夫か、ここに出させていただくことになって、はい、はい、本当にありがとうございます、ね、これ今日もね、私の運転できたんですよ、やばくない？おね、できる、何時にどこどこ行き来てって、私が寝坊しちゃってちょっとほんま、やらかす、やらかしました、ね、車に乗る時間に起きちゃってちょっと、そう、やばいからね、もう車ぶっ飛ばしたよね、はい、まあそんな感じでね、頑張ってここまで来てるんで、皆さんぜひまたね、来月もね、ぜひもう福山から出たくないよ僕はみたいな人も、まあぜひね、ちょっとここまでは出てきてください。はい。今日の物販で、かま太郎 T シャツを、あ、そうですね、きっかけかま太郎の T シャツをまた売るので、ぜひ、
お揃いしましょうね、皆さん。はい、という感じかな。言いたいこと全部言った。よし、というわけで私たちの後もね、まだまだたくさんアイドルさん出演されますので、こう会場めっちゃ暑いんですけど、もっともっと、でもなんかもう一人だけめっちゃ暑いぐらいでもいいんで、もう汗かきまくって楽しんでてください。